はい、どうも皆さんこんにちは。今日は陣内と聖書研究棟をお送りします。今日のタイトルは語り聞かせるべき物語というタイトルでございます。ヨシュア記4章20節でございます。ヨシュアはヨルダン川から取ったあの12の石をギルガルに積み上げというふうに、で21から22こう続きます。イスラエルの子らに言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちにこの石はどういうものなのですかと尋ねた時には、あなた方は子供たちに、イスラエルは乾いた地面の上を歩いてこのヨルダン川を渡ったのだと知らせなさいという、これね、だから3章でヨルダン川がね、せき止められて、それは箱によってせき止められたって言いましたね。でそのせき止められて、そして渡りました。で渡った直後に、その渡った場所にですね、ヨシュアはその12の石、その乾いたヨルダン川から取った12個の石ですよ、それをギルガルという場所に積み立てたんです。積み上げたんですよ。じゃあこれ何なんすかと、ね、何なんすかと言いますと、これをね、あなたたちは後になって、ね、世代が下った時に君たちの、ね、子供や孫の世代がこの石へ積み上げられてる何なんですかって言われた時に、まさに今体験したこのヨルダン川をね、神様が乾かせてくださって、そして我々は奇跡的にこれを渡ったんだということを、語って聞かせるんだよというわけですね。でこれ出エジプト記の杉越の祭りに関する記載にも全く同じやり取りが記されます。これだから杉越の祭りをこのようにこのようにこのように行いなさいって書かれてるんですね。荷棚をね、その塩水につけて食べなさいとか、いろんな規定がある、あるじゃないですか、杉越の、ま、祭りって。であれをじゃあ何なので、モーセがですね言うんですよ、ね、イスラエルのために、あなたたちの子供や孫たちがこれは、ま、この祭りは何なのって聞くときに、あなたたちはこれを語り聞かせなさい。それはあなたたちは奴隷であったのに、そのパロの支配からですね、神様が命の支配に移してくださって、ね、カモイの門中にですね、子羊の杖を塗って、そして神様がその裁きを過ぎ越され、そしてこの航海を渡って我々はこの旅をしたんだということを、しし孫孫、言い聞かせなさいよ、語り聞かせなさいよっていう、そのためにやる祭りなんですよって言うんですよ。なので杉越の祭りとこのギルガルの石って全く同じ機能なんですね。で、まあですね、我々ってその後の子孫に語り聞かせるべき物語を持っているんですよ。でイスラエルの民の場合は杉越の祭りでありヨルダン川の渡航なんですけれども、私たちはそのクリスチャンね、僕はねキリスト者ですから、そうすると我々の物語って何かっていうと、まあ、NT ライトさんという人がですね、驚くべき希望という本を書いています。でその中ではやっぱりこう我々が語り継ぐ物語っていうのは神の物語なんだっていうんですよ。神の物語っていうのは何かっていうと、さっきのそのね、杉越とかヨルダン川だったということも全て包摂し、それなおかつイエス・キリストの十字架と復活、そして、救済ですね、この物語を包含するような、そして最後に我々は新天新地をこの歴史を経験する、その栄光ある将来に向かって我々の歴史は向かっているんだ、こういう大きな物語、これを我々は子子孫孫伝え聞かせていくっていうのが、まあ、クリスチャンの使命であるし、ね、あと、まあ、新約聖書的に言えば、イエスの死と復活の物語、つまり復活のイエスが今この世界に神のご支配を広げておられるんだよと、ね、私たちこそがその前線基地なのだよと、まあ、つまりこの聖書のその物語って、ね、神の物語じゃないですか、ね、神の物語というこの聖書の物語って今も続いていて、そして私たちこそがまさに今その前線の担い手としてこのイエスの、ね、死と復活を告げ知らせているんだぞということを、やっぱり子子孫孫ね、伝え聞か、語り聞かせる。でこれって、まあ、我々 の、 そのキリスト者としての本当に大事なですね、まあ、実践といいますかですね、大切なことかなと思いますね。で僕コロナ禍でね、このデボーションしたのが、2020年3月20 29日ですよね。だから、緊急事態宣言が出された頃で、
で、まさにその家庭礼拝とかがね始まった時期だったんで、家庭礼拝っていうか、まあだから教会に集まれない中で、そのオンラインで、ね、礼拝を家で聞くんだけど、でもやっぱその家庭でやっぱ分かち合いをしたいわけじゃないですか。だからその家庭礼拝の中で、僕はまあ家庭の祭司でもありますからね、それをこう計画していく中で、やっぱりこうこの大きな物語っていうのをね、家庭の中で子供たちに、またその家庭の中でまあ妻とも共有していく、これは本当に大事なことだなとね、緊急事態宣言のタイミングで僕はすごく神様から教えられたんで、まあ、皆様にも分かち合わせていただきましたね。でまあそんなに大冗談にね言う必要もないんですけれども、でもやっぱこの物語っていうのは単なるね、なんか お話ではなくて、本当に神様がダイナミックにこの歴史に通して働いておられて、我々もその歴史に参与しているんだ、これをね本当に家庭の中で語られてるか語られてないかっていうのは大きなね差がありとあると思いますので、こういったことをですね意識してね、子子孫孫語り継いでいく大事なことかなと思います。ということで今日ちょっと短いですけれども、語り聞かせるべき物語というタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。